じゃあ私たちってそのこのお題目を唱えてる人たちは、うん、自由の菩薩の眷属とかって最近よく聞くんですけど、うんうんうん、一回そうやって仏と縁してるってことですよね、うん、そこなんだよ。これが大きな謎なんだよ。そうとも言える、そうじゃないとも言えるんだよ。だって本命善っていうじゃん、末法に生まれてくるやつはみんな善根が生まれてないやつらが生まれてくるんだって言われてるじゃんか。でいて十の菩薩の眷属って言われるじゃん。どっちなんじゃないってなるじゃん。善が生まれられてないんだったら仏と会ったことないはずなんか。全く善根が植えられてないって言うんだから、ここをどう読むかってことがね分かってきたんだよ。簡単なことでね、まず一生その臨終少年を貫いた人のみが十の菩薩と言える。臨終少年貫けなかった、臨終少年になれないような信仰の人は本命善の人だったってことなんだよ。十の菩薩って言われなんちゃって十の菩薩、十の菩薩と言われ続けたんだけど結局正しい信仰を全うできなかったっていうことは悪因縁に惹かれたってことだから、まさにあの本命善、いまだにこの善を善根を全く植え込まれていない末法の衆生と同等だったっていう分類になるとね。日蓮宗主だからそれが臨終の時に阿弥陀の僧を源ずべしっていう人ですよ。十の菩薩だったら臨終の時に阿弥陀の僧を源ずるわけないじゃん。だからそこなんだよね。日蓮の弟子といえどもその臨終少年成仏をできるっていうようなまあ強い信仰に立たない限りは本当の意味の十の菩薩という認定を受けられないと。死んでみないか分かんない、死ぬ間際に分かるという、まあ、死んでそのもう大御本尊様に迎え入れてもらって初めて十の菩薩の眷属だったっていうふうに自他ともに認められるわけだな。でもその時は俺はもう死んでるわけだけど、いいじゃん、自分も納得できれば、ああ十の菩薩の眷属だったんだ、ありがたいなありがたいなって。じゃあそうならない途中で退転していくような人、あるいはこのような信仰に立てなかった人っていうのは、これはこの五門の厳しく読めば臨終の時に阿弥陀の僧を現ずるんだから、それは厳しく言えば一般の信心してない人たちとその徳だけを見れば同じ本命善の主張での方のグループであったってことだけど、下種が入ってるから日蓮宗主の正しい下種を植えられてるから、来生再来生の間には必ず十の菩薩っていう境界としてまた現れてくるってこと。その一生涯全うすればね。でもう一個深く言うと因果愚痴っていうことだから、結局苦恩の昔っていうそういうことじゃないんだよ。今が苦恩なの。本命善で生まれてきてるんだけど、今ご本尊に出会って本当に心の底から授業を受けたをすることによってさ、苦恩の時の十の菩薩だったっていう原因が今植えられちゃうってことだ、ね、それが因果愚痴ってことだ、ね、因果がこう因果維持じゃないんだよね。だから苦恩っていう時も今っていう時も同時なんだってばよ。因果愚痴ってどういう字覚ですか。愚痴って愚っていうのは人弁に、具材の具、友って道具の具、絵の具の具、字った時ね。因果っていうのは実は普通に考えれば原因があって結果が起こるっていうふうに現象面でそう見えるよね、うん、ところが仏の悟りっていうのはその奥をずっと突き抜けていったら因果ってのは同時なんだっていうことに到達したってことだ、ね、因果愚痴不思議の一歩をこれやりって言ってんだよね。だから時間を超越してるわけですよ。もう我々の感じるその時間っていうのはどんどん押していくみたいなね、過去はこっちでだんだん未来に向かってこういうふうに押していくみたいなさ、そうじゃなくてもう時間っていうものはもう一瞬がそのまま永遠であり、永遠っていうことがそのまま一瞬なんだっていう、だからこの瞬間に苦音っていうものも、言ってみれば苦音になかったもの、言い方を変えればね、苦音になかったようなものもこの今の瞬間にあったことにできるっていうことも言えるわけ。だ過去も現在も未来も本当に言うと一瞬でどうにでもなるっていう、そういうすごいご本尊だから、どんなに悪業を積んでようが関係ないってことなんだよ。心一つで悪業が善業としての、過去に何億万年も昔からずっと悪業を積んだ人なのに瞬間で
何億万でも禅を積んだ人になっちゃうってことなんだよね。そっから考えると十の菩薩っていう真剣に信仰している限りは瞬間瞬間は十の菩薩ってこと言えるわけだ。でも最後に全うできなきゃその瞬間は十の菩薩じゃなかったよってことになっちゃうわけよ。固定されてない。だから臨終少年しない限りは本物の十の菩薩とは言えない。ただ今真剣にやってるその瞬間は十の菩薩という因をもらってやってるってことは言えるよね。またその因があるからやってられるんだと。仏様とのこれが時間的に過去に縁したってないんだよ。今縁したことが久遠に縁したことになってるから、だからやってるんだってこと。それが原因となってと。ここのところはまあもう今はちょっとこうさらっと聞いとけばいいよ。俺だって全部が分かってるわけじゃないけど、しかし解けなかった謎はそういうところでだんだん解けてきた。なんで解けたんですか？やっぱりそれは長年の信心のその積み重ねだよね。自分でひらめいたんですか？教えてもらったんですか？一つは今のその十の菩薩の捉え方についてはご住職から聞いた。それで解けた。そういうことなんだって。で、そんでも聞いた時だけはね、そんなにピンとこなかった。って。で、そのあとやっぱりいろいろ試作しながら、活動しながら試作しながら、ある時やっぱり胸にストーンって。そういうことだよと。それはまあ御書もずっと読み続けてたからね。そうするとあるお言葉にこうボンと出会うわけだよ。一回読んだくらいでは分かんない時に2回目3回目の時に同じ言葉にハッとするとか、特にその因果具足不思議の一歩これありって、これを商人ね、この過去のそのまさに久遠の時に因果具足のその不思議なる名前付けようのない不思議な法則がこの宇宙を支配してますよと、これを名付けて妙法蓮華経となすっていう、そういう重要な御門があるわけだよ。それ読んだ時に今のことは解けた。それまでも何度も読んでたんだけど、その何回目かの時にそうか、因果具足なんだって。因果具足ってことは原因結果っていうその時間的なこの差はないんだってことなんだよね。どんな原因も瞬間で得られる。すごいことよこれ。それは他の御所にもあるんだよ。釈尊の因果家督の二法を譲り与えたもうっていう、この御事を受持すればね、このご本尊様を真剣に受持信仰すれば、真面目にその修行して本当に正当な信仰し続ければ、お釈迦様の因果家督の二法を譲り与えたもうって書いてある。それは有名な御所だから何度も何度も今までも読んでるんだけど胸に落ちなかった。大変なことだと気がついたわけよ。お釈迦様が仏になるためってどんだけの修行したかっていうのはもう考えられない修行が書かれてるんだ、お経典にね。さっきのあれだよ、あれ薬王菩薩か。さっきの摂仙道寺がお釈迦様の前の前身だからね。本当にそういうことして悟り開いたんですか？そう信じるしかないじゃんか。確認しようもないじゃん。お釈迦様はそう言ってんだから。でそれがある時は雉になんとかに、鳩に生まれて雉だかなんとかに身を食らわれたとかさ、そういうのもある。ある大王に生まれて鳩の代わりに自分の太ももの肉をその雉に食らわしたとか、そういういろんな修行してるんだよね。その修行の修行のその凝縮して濃縮して溜まったの因果っていうわけだよ。仏になるための原因の修行で、因果と家督っていうのは今度仏としてなった、仏という境界を表した後のその福徳を家督っていうんだね。結果の人徳の徳だを、我々がこのご本尊を真面目に信仰すると譲り与えるって言うんだよ。全部くれるって。これってちょっと待ってよと思ったの。ちょっと待てよと。すごいことさ。仏になった家督をいただくんだったらまだ分かるわけだよ。因果をくれるってどういうことだって思った時に、原因をくれるってことでしょ。原因をくれるってことはさ、普通だったら時間を戻らなきゃできないことじゃん。逆で言うとさ、例えば人を殺しちゃいましたと、弾みでも何でも、
で大変なことやっちゃったと思って捕まって、でも牢獄に入ったとするじゃん。その時にどんなに反省してもさ、人を殺しちゃったっていうその原因はもう取れないでしょ、今の世間の。ところが今の原理はその逆を言ってるわけよ。お釈迦様が仏になりましたっていうその原因を、今の時代に生まれてきた俺たちがその原因なんか一つも積んでないんだよ、仏になる原因なんて。それをやったことにしてくれるって言ったわけだよ、お釈迦様が仏になる原因を。お前こんなすげえことねえと思ったけど、それがさっき言った陰陽かと、陰が愚痴だからですよ。お釈迦様が仏になった原因なんて大変なこっちゃ、その年数で、あの年最低でも2500年前の話ですよ。2500年前にインドにシャクソンって人が生まれたんだから、その原因って言うとその2500年よりもっと前の話じゃないですか。その2500年より前の積んだ原因を今の平成の世に生まれてる、昭和の世に生まれてる我々がやったことにしてくれる、やったことにしてくれない、ご本尊拝めば。これ拝まないバカいないですよねと思うんだよね。やったことにしてくれるの、仏になれないはずだったのに。そういうご本尊様だから、時空を超えてるってことじゃんか。